三菱化成黒崎サッカー部はかつて存在した日本のサッカークラブ。三菱化成のサッカー部として1947年に創部し、1995年から三菱化学黒崎フットボールクラブへ改称。2001年からクラブチームとなり、チーム名をニューウェーブ北九州に改めた。日本プロサッカーリーグ加盟のギラバンツ北九州の前身となったクラブである。 1947年に北九州市八幡西区黒崎にあった三菱化成黒崎工場のサッカー部として創設。1973年に発足した九州サッカーリーグに創設時より参加し、同年に優勝して九州リーグの初代王者となった。また、全国社会人サッカー選手権大会にも初めて出場した。九州リーグでは、 新日鉄大分サッカー部や日本電信電は、校舎熊本サッカー部、鹿児島サッカー教員団などとしのぎを削り、1981年から1984年までの4連覇を含む合計7回のリーグ制覇を果たした。1981年には、全国地域サッカーリーグ決勝大会に初めて出場した。また、天皇杯全日本サッカー選手権大会には、 第65回に初出場して合計4度出場したが日本サッカーリーグ勢の壁は厚く天皇杯で勝利を挙げることはできなかった。1990年代初めになると日本各地で J リーグへの参加を表明するクラブが次々と名乗りを上げていった。しかし九州で J リーグ入りを表明したクラブはなく日本サッカーリーグに唯一参加した古豪の 新日鉄八幡サッカー部も J リーグ加盟を断っている。詳細は、八幡製鉄サッカー部を参照のこと。なお、三菱化成黒崎サッカー部は1995年に三菱化学黒崎フットボールクラブへチーム名を変更した。さらに1990年代後半に入ると、九州各県から J リーグ加入を目指す動きが起き始め、 それに伴い強化を図るクラブチームが当格を表した。このため1989年に優勝したのを最後に徐々に成績を落とし優勝から遠ざかっていった。2001年、地域密着型のサッカースポーツクラブの創設を目標として北九州市と地元企業などが共同で特定、非営利活動法人北九州フットボールクラブを創設し、 当時九州リーグに所属していた三菱科学黒崎フットボールクラブの運営を北九州 FC に移しチーム名をニューウェーブ北九州に改め北九州 FC のトップチームになったもともとニューウェーブ北九州という名前は北九州市長倍争脱北九州招待サッカー大会に出場するため三菱火星黒崎サッカー部と 新日鉄八幡サッカー部から選出された北九州市選抜チームに対して付けられていた名前であった。クラブは北九州から J リーグチームをというスローガンを掲げ当初からトップチームの J リーグ参加を目指し、地元資本である井筒屋や前輪などのスポンサードを受けたり、北九州市内に設置されているコカ・コーラの自動販売機の売り上げの一部が運営費に送られた。 2005年、佐賀と洲本監督で、北九州市出身の千匹美徳が監督に就任。リーグ戦は6位の成績。2006年、千匹が監督を続投し、従来からのスポンサーに加え、北九州市からの支援も受けた。リーグ戦は3位、全国社会人、サッカー選手権大会は準決勝で、静岡 FC に敗れた。福岡県サッカー選手権大会は、 東海第五高校に敗れた。2007年、千匹が監督を退任し、公認に前年まで、FC 琉球の監督だったヨナグスクジョージが就任。選手も、J リーグ経験者の FW 藤吉信次、GK 水原大輝、クラブ史上初のブラジル人選手となる DF ドグラスラ、全選手の半数近くとなる10人が加入した。リーグ戦は21節時点で、 第31回全国地域リーグ決勝大会の出場圏内の2位以上を確定させ、さらに22節に勝利して、前進時代以来18年ぶりの九州リーグ優勝を決めた。地域決勝大会は、特失点差でファジアーノ岡山 FC に次ぐに、2008年からの日本フットボールリーグ昇格が決まった。なお、北九州市を本拠とするチームとしては、 日本サッカーリーグ2部から九州サッカーリーグに新日鉄八幡サッカー部が降格した1991年以来17年ぶりの全国リーグ所属チームとなった。2008年2月 J リーグ準加盟クラブとして承認された。JFL リーグ戦でのホームゲームの入場者数が毎試合1000人前後で最も入場者の多かった。 三尾は国策戦も1752人で8月26日の J リーグによる予備審査で経営状況などの面で基準に劣ると判断された。初出場となった天皇杯全日本サッカー選手権大会では1回戦でホンダロック SC に PK 戦で勝利2回戦も三菱重工長崎サッカー部を破ったが3回戦でベガルタ仙台に敗れた。 2009年、ヨナグスク大成3年目、MF、関光弘、FW、長谷川太郎など、J リーグ経験者を獲得。前期は、一時は12位まで順位を下げたが8勝4分5敗の勝ち点28で5位。9月に、徳島ボルティスから大島康明を、レンタルで獲得。後期に入って4位以内を維持し、第16節で、ある手高崎を破り、 年間4位以上が確定。入場者数は、開幕戦のジェフリザーブズ戦で9856人、前期第14節のビファーレン長崎戦で8157人など、後期第15節の FC、琉球戦の時点で、J リーグ加盟基準以上の年間入場者数5万1000人を突破した。11月30日の J リーグ臨時理事会で2010年からの、 J リーグ加盟が承認された。天皇杯は福岡県代表として本大会に出場したが、1回戦で日本分離大学に敗退した。2010年よりチーム名称をギラバンツ北九州へ解消した。以降の状況はギラバンツ北九州を参照のこと。本場陸上競技場賞が谷陸上競技場。 ホームスタジアムは、八幡西区の北九州市立本城陸上競技場で、2008年までは、戸畑区の北九州市立省が、谷陸上競技場も併用していた。これらのグラウンドは、新日鉄八幡サッカー部のホームグラウンドとして、全国リーグにおいて使用された実績があった。鞘屋が、谷はもともと、八幡製鉄所の所有であったが、後に、北九州市営となった。 三菱化成黒崎サッカー部と同じく三菱グループ内のサッカー部を前身とするクラブ、ありがとうございます。